はい、お疲れ様です。桜ギターのゆうすけです。えー、まあ、あのー、先日、えー、配信しました、えー、ナットの部分はですね、えー、今、<laughs> 現在作っているところでありまして、えー、まだちょっと時間かかるなというふうなところで、えーまあ今回からですね、えー、このボディの方の、えー、チェックの方を進めていきたいと思いまして、えー、もう、 置いてますけれども、はい、えー、そちらのチェックを今日、まあ、今回、えー、していこうという風に思っております。はい、えー、では早速参りましょう。はい、では早速なんですけれども、えー、ギターのボディですねを、えー、これからチェックしていきたいと思います。まあ長らくずっとこの えー、ヘッドがないあ、ネックがない状態でずっと、えー、置いておりましたけれども、えー、早速調べていきたいと思います。まあ、まずはですね、このピックガードのところを外していきたいと思います。まあ、すでに、えー、ちょっと部分的に外している、えー、このビスですね。ビスの部分を外していたところもありますけれども、えー、これから、えー、ちゃんと外していきたいと思います。 はい。じゃあ、早速、えー、ビスを外していきましたので、えーピックガードを開けてみたいと思います。先にこのジャックの部分をですね、ちょっと外しまーす。はい。中ですけれども、この、ま、ジャック、えー、ですね、があります。 結構長くこっちに回ってるんだよな。で、えー、ピックガードを、えー、外しますがこの時に、えー、必ずこういうクロスを、えー、下に敷くようにしましょう。このピックガードを取って。 えー、やっぱりこうまあもうすでにパカッと開けちゃいましたけれどもアースとか、えー、この裏の方にですね、えー、実際に線が、えー、伸びておりまして後ろですねこういうふうにここにありますこちらですね えー、こういうふうにつながってますんで、えー、完全にはこのピックガードとかを外すことはできません。なので、えー、こういう、例えば配線を、えー、まあ、付け直したいとか、こういう配線後でまた、えー、チェックすることになりますけれども、配線の方を、えー、まあ、ハンダ、 をつハンダ固定とかを使ってですね、えー、やる時には必ずこうボディから外すことができないのでまあボディの上に乗っけるとかっていうことが、えー、必ず作業として必要になってきますそういった時にボディが気づかないようにちゃんと、えー、クロスをこう置いてですねその上に、えー、こういうピックガードであったりとかまあピック えー、ピックアップとかですね乗、えー、っける、えー、習慣をつけないといけないというふうに思っております、まあ、傷つけないようにってことですねこういうふうにくるっと折り,折り返してはいこういった形になります ええー、まあ、このストラトキャスターのタイプっていうことで、えす、ー、べてシングルコイルのものになる感じですね。はい。まあ、配線の方、まあ、どうなんですかね。まあ、ちょっとこう、はい、あの、銅線に、えー、汚れとかっていうところはありますけど、まあ、比較的こう、 まあ、き綺麗に、えー、されているのかなっていうのはなんとなくちょっと思うんですがなんかこのヘッドのところの処理とかっていうところに比べるとだいぶ綺麗には、えー、されているのかなっていうのがなんとなく印象ですねスイッチなんか珍しいな 初めて見るタイプですこれ、えー、3way になってたかと思いますんでこっちですねあイ 5way か 5way 失礼しましたのんタイプのものですあこういう風に後ろが動きますね 分かりますか、まあちょっと早い <laughs> こういうふうになんか後ろの方で、えー、切り替わってますまあこれちょっと中身が見えないっていうタイプのものになりますけれどもまあこうあのー、上からこういろいろと線が出てますがこれをどこにどうつながってるかっていうところをまあこのスイッチで、えー、切り替えて、えー、いると。 いうような状態であります。まあ、ボリュームがあって、トーンが。まあ、こっち、裏側で見ると、ボリュームがこれですね。で、トーンが2つついている状態です。まあ、また、これは別の動画でですね、これはこういうふうについてますよっていうところをしっかりまとめて、またお伝えできればなというふうに思っております。まあ、今の現状としては、 ええー、まあとりあえずはちゃんとくっついてはいそうかな、っていうのは、なんとなく、えー、見えている部分であります。この、ピックアップのところの、まあちょっと膨らみっていうところが実際ありましたけれども、なんだ特に極端に、 ピックアップが上げ下げされていてとかっていう風なことではなさそうな気はするんですけどえらい歪みがあるっていうのは結局何なんだろうちょっと動かしてみます ま、ここの部分が特に歪みがひどい部分ですね。ちょっとここ回してみます。こうあの、締める方向にビスを回していくと、ピックアップがこう上に上がっていくように、まあ、 ここが、こことここの間が締め付けられるっていうことですね。ここですね。ここと、このピックアップの付け根のところをが締められて、まぁ、あ、えー、っと、ピックアップの方が、どんどんこうピックアップからこの方向に、 ここから出ていくっていうふうな形ですね。クイクイクイっと締めていくと上に上がっていくというような形です。ま,あ、また、これはピックアップの調整の時ですね。また、えー、説明はしたいと思います。今の現状としては、うーん、どうなんだろう。 そんなに極端に、うーん、どっかおかしいっていう感じには見られないかなぁ、とは思います。単純になんかこのピックガードが、なんだろう。なんかをしてる、して歪んだとしかもう言いようがない、 状態ですねグイって曲げたとかこれが、えー、中の状態ですまあそうっすねこれといったなんかおかしいなっていうところはあのー、ないかなっていうふうには思っています。こののっていう だろう結構まあピックガードがあったところとのこの境目ですねまあ非常に汚れがやっぱりなんだかんだえ元々がこういう色だったんだなっていう風なのが分かりますね。 えー、だいぶ、えー、ういう色がやっぱり変わっていますはい続きまして一回ちょっとピックガードの方は、えー、もう一回付け直したところですで、えー、これから後ろの方を、えー、見ていくんですけども、まあ、このブリッジもありますでこれブリッジに関しては後ろの、えー、このアームのためのこのバネ これですね。がありますんで、これを外して、えー、から、えー、外さないといけないかなと思っております。なので、ちょっとやってみます。はい、今、えー、3本スプリングがありまして、えー、外しました。えー、まあ、非常に硬いバネでありますので、普通にちょっとやそっとじゃ、えー、手で、 ガーなんてできません。重いです。あの、すごい硬い、えー、ものです。この上で、えー、まあ、こう一回外していきたいと思います。まあ、ちょっとここは、あの、アースが今、繋がってますので、ここですね。ここ。まあ、ここに、ええー、そのスプリングが、えー、くっついて、こう、えー トレモロユニットのところにくっついてくるわけですけどもまあここに今えー、アースが来てますんで、まあ、これは一回このままで、えー、今回は外したいと思いますじゃあ、えー、またこの状態で、えー、ここを外していきたいと思います 結構長いビスがついてます。やっぱり力が、えー、加わりやすい場所には長くしっかりした、えー、ビスですね。をしっかり通さないといけない。まあいけないというか危ないですよね。やっぱ安定した。 えー、パフォーマンスをしっかり出すためにはやっぱりそこに必要な強度のある、えー、ものを使っていかないとならないということですねあのこれ聞いたことがあるんですけど結構その 大量生産もののギター。まあ、ベースとかもそうですけれども、あのー、初めてこのビスを通すときに、ロウを、あのー、ちゃんとこう、くっつける。ビスのこの、えー、溝っていうんですかね。のところにつけてあげると、あのー、まあ、滑りが良くなって、 こう穴を開ける時にしてもすごい通しやすくなるんですねそれを、えー、まあ例えば自分がギターを作った時とかっていうところでは必ず通すように、えー、指示をされてましたまあやっぱり、えー、それをし,しないと無理やり通すと例えば木材が割れてしまったりっていう風なところも えありえるので、必ずそれは、ローをしっかりつけて、やんなきゃいけない、という基本中の基本だと思うんですけれども、今これ、もしかしたら、こう、音が今、取れてたかもしれないですけども、ギュッ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 って、こう、音がしてたんです。 でそれっていうのはやっぱりローを入れてないで直接もうそのまま打ち込まれていたから硬、えー、くて、えー、滑らかじゃない滑りが良くない状態っていう風なところであったからそういう音がしてたというところですだからまあもしかするとこう割れちゃったりとかっていうところも、えー、ものによってはあった、えー、まあその制作 の過程ですね。であったっていう、まあそういう可能性があるっていうところも、えー、考えないといけないかなというところです。で、えー、今話しながらでは取っちゃいましたけども、えー、これがトレモロユニットの、まあ、中にあった部分であります。まあ、非常にこうシンプルなものですね。まあ、これが こうついているものが、まあ、こう極端に言えばこういう風に後ろ側を斜めにすることでアーミングする、えー、機構になっているという風なものですまあこれはもうちょっと外しちゃいます危ないのではい えーっとですね、まあちょっと穴の方を、えー、確認していきますと、まあ、ちょっと穴の開け方っていうところでは、こういったところ、ちょっと粗い、えー、ところがあります、えー。こことかですね、非常に。 なんか雑、雑雑な開け方をしているような気がしておりますこことか削れてしまってますねまあ普段こう見えないところでは ありますかね、でもここはここはこう見えちゃうわけだからここは見えるところでがっつり削れてるっていうこれどっかぶつけたわけじゃないですからね今自分のええまあちょっとやっぱり所々荒い,いかなあっていうところはありますまあその演奏上でっていう風なところ とかではそんなに影響はないとは思うんですけれども、こ,ことかなんかすげえ気になるな。これなん、あこれはアームですね。アームのここが、ん？し？アーム？<laughs> アームなんだろう。 あるののかな、この穴、えー、まあ、ちょっとこれはよう勉強します。はい。はい。お疲れ様でございました。えー、っと、まあ、とりあえずはですね、ボディの方は、えー、今、えー、一通り、えー、見たような形になります。まあ、あの、ね、ネックに比べれば、まあ、比較的、まだ、 まだマシな方かなぁと。まあ、ところどころ若干ちょっと荒いところが、えー、あったりするかなと思うんですけれども、えー、まあ次の機械ですね。えー、まあ、ピックアップの方、えー、あとはそのポットですね。まあ、ボリューム、ボリュームとトーンのところで使われている、えー、ポットと、えー、まあ、配線。 えー、コントロールの部分ですね。えー、トグルススイッチになります。まあそのあたりをしっかり、えー、チェックしてい、えー、きたい。まあその配線がどういう風になっているのかっていうところも含めて、えー、見ていきたいと思いますので、はい。またこれからあの非常に楽しみであるんですけれども、えー、また、えー、ご覧いただければと思っております。最後にですね。 このチャンネルの登録もしくはグッドボタンあとはですねよろしければ是非常に嬉しく思います私の方もしっかり見させていただいて回答できることはしっかり回答していきますし要望等がありましたらできるだけ このチャンネルの活性っていうところで活かしていきたいと思っておりますので、ぜひとも送っていただけると非常に嬉しく思います。はい。ということで、今回はボディのチェックをいたしました。次回からですね、まあ、そのナットの方がまだ残っておりますので、それと配線の方をしっかり見ていきたいと思います。 はい。ということで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。